真水燃焼の羽ドラ。こんにちは、真水燃焼です。我が愛する地元球団中日ドラゴンズの昔懐かしい選手、私が子供の頃に憧れた野球選手のモノマネ携帯模写をお届けしているこのマネドラ第29回の今回は、角源次選手を取り上げたいと思います。角選手は1981年に入団した台湾出身のピッチャーです。台湾で角さんが大学生の頃からドラゴンズはですね、角さんに目をつけてたんですけども、台湾は兵役義務がありますので、角さん大学卒業した後はですね、徴兵されてしまいましてね。でドラゴンズはですね、その角さんが兵役義務を終えられるのを待ってですね、2年間ですか待ちまして、で角さんが兵役義務を終えられた1981年に晴れて契約入団来日となったわけですね。でその1981年ですけども、だから角さんはね、夏に来日したんで、シーズンの途中からドラゴンズの一員になったんですね。でその年ね、1981年、僕高校2年生だったんですけども、たまたま家でね、ドラゴンズの試合をテレビ中継見てまして、でデーゲームだったんですけども、その試合のですね、観客席に私服姿の角さんが座ってまして、で隣にインタビューする人がいてですね、今度ね、台湾からやってきた新人ですとこれからドラゴンズの一員になりますという紹介をしてたんですね。で、見てですね、台湾から来たっていうのも当時珍しかったし、そのシーズン途中からで、しかもですね、そんなドラゴンズの今やってる試合を観客席で見ながら、今度このチームに入る人ですなんて、そういう紹介の仕方をしてたもんですから、それも珍しくて、それはすごく印象的でね、覚えてたんですけど、それからしばらくしてですね、その年だったかその翌年だったかちょっと忘れちゃったんですけど、初めて角さんが出る試合をね、テレビで見る日がやってきまして、で角さんが出てきてね、あの時の人だと思って、こう注目してみたらですね、なんていうんでしょうかね、頑丈な、そうね、強靭な体からこうバネがあるというか、このしなやかにね、すごい剛速球を投げてたもんですから、もううわすげえピッチャーだと思って一目惚れ。もうその時からですね、僕は角さんのファンになったんですけども、当時ね、なんか雑誌に角さんの記事が載っててね、これくらいの角さんの、ね、写真が載ってたんですよ。それがね、こうもう、そのしなやかにね投げてるこの躍動感のある角さんの写真で、それかっこよくてね、で僕それハサミで切り抜きました。自分の部屋の壁にね、画鋲で貼ったんですね。で学習机がこうあって、そのこっち側が壁だったもんですよ。そこに貼りましてね、後ろの壁にはですね、大きな松田聖子さんのポスターが貼ってあったんですけど、なので高校時代をね、聖子さんと各投手に見守られながらですね勉強してた勉強はしなかったんですけど、そうやってね、各さんに憧れてたんですけども、それから数年経ちましてね、ドラゴンズ星野仙一監督になりまして、その時にね、各さん抑えに回るんですけども、これが当たりましてね、各さん2年連続で、最優秀救援投手になりまして、でそのうちの1年はドラゴンズをですね優勝に導きまして、胴上げ投手になったんですね。でその年の MVP にも選ばれまして、もう本当ドラゴンズを代表する、球界を代表する大投手になったんですね。だからもう本当に角さんに一目惚れして、子供の頃からね、高校生の頃から憧れて応援してた投手がそんな立派になったんでね、もう本当僕はファンとして嬉しかったんです。で、何年か現役をされまして、角さん引退されて、それからね、何年ぐらい経った時かな、今からね15年、もうちょっと前か、15年ちょっと前のことなんですけども、僕ね、個人的に、超個人的に、角さんで忘れられない思い出、出来事があるんですね。それはですね、今から15年ちょっと前、私キャバクラで働いてたんですね。でそのボーイさんじゃなくてですね、お店の奥でね、
伝票をつける仕事だったんですけど、まあ、そのお店、そのキャバクラがですね、結構高級店だったもんですから、芸能人とかですね、スポーツ選手とか、そういう有名人の方が結構来店されてたんですね。で、ある時ですね、ある常連のお客様がですね、知り合いだということで、賀来さんを連れてきてくださったんですね。もう、ね、子供の時、高校生の時に雑誌の切り抜きを壁に貼って憧れてたスターがですね、自分の働いてる職場にやってきたんですよ。もうね、すごい嬉しくて大興奮だったんですけども、その時の店長がですね、本当に優しい人でね、僕がドラゴンズファンって知ってたもんですから、その常連のお客様と話をつけてですね、僕をですね、賀来さんのお席につけてくれたんですね。店長ね、本当にいい人で、マミズ君、せっかくだから賀来さんとこ行って話してきなよって言ってくださってですね、賀来さんと話してきなよって、あなたそんな簡単におっしゃいますけどみたいなって思いながらですね、まあ、嬉しくて、ドキドキしながらね、賀来さんの座ってるところへ行ったんですよ。ただ賀来さんがね、僕を見るなりですね、ちょっとなんか怪訝そうな顔をして驚かれたんですね。というのはどうやらですね、店長とその常連のお客様の間ではちゃんと話がね、うちの従業員でドラゴンズファンのやつが来ますっていう話がついてたと思うんですけども、それがね、正しく賀来さんにどうも伝わってなかったんですね。だから賀来さんとしてはですね、キャバクラに来たんだから綺麗な可愛い女の子が来るかと思ったら、こんなひげ面の男がぬぼーっと現れたもんですから、まあ驚いたんですけどね。それで僕はこれ話通ってない、伝わってないなと思ったもんですから、もう自分でね、一から説明しようと思って、ね、僕はここの従業員でドラゴンズファンです、特に賀来さんが好きで、高校生の頃に雑誌の切り抜きの写真を壁に貼って憧れてたんです、もう全部説明しましてね。そしたら賀来さん分かってくださってですね、もうそこからはですね、賀来さんすごく気さくに、本当に友達みたいに僕と会話してくださったんですよ。で、僕マミズっていうから、賀来さんね、僕のことをね、マミちゃんって呼んでくださったんですね。これめちゃくちゃ嬉しくてですね、今僕スエマプロという事務所に所属してますけど、そこの社長は僕のことをマミちゃんって呼ぶんですけど、マミちゃんって小さい「つ」が入るんですけど、賀来さんマミちゃんって呼んでくださるんですけど、マミちゃんマミちゃんって言ってくださって、まあ本当嬉しくてですね、僕胸がいっぱいになったんですけど、人生で一度きりの機会だと思いましたよね。思いの丈を全て賀来さんにぶつけようと、僕がずっと賀来さんを応援してきて憧れてきた思いを全てお話ししたんですね。例えば先ほど話したドラゴンズ優勝の瞬間ね、普通は、ゲームセット優勝が決定して感動の涙を流すと思うんですけど、賀来さんね、まだ2アウトなのにね、あの時泣き出したんですね、マウンドでボロボロ涙が。だから2アウトですから、まだ試合終わってないから優勝してないんですけども、優勝する前からこう泣き出しちゃったんですよ。 でもそれにはね、わけがありまして、実はその年賀来さん身内に不幸がありましてね、弟さんがですね、交通事故で亡くなっちゃったんですね。その優勝のね、瞬間のほんの何ヶ月か前の出来事だったと思うんですけど、弟さんを亡くされてたんですよ。で、本当はその優勝の瞬間ね、家族を台湾から呼んで弟さんにね、観客席に見てもらうはずだったそうなんですね。それが叶わなくて、ツーアウトになって、本当だったらこの瞬間観客席で弟が見ててくれたのになっていうことを思ったら、泣けてきちゃったそうなんですね。で、その時のね、当然テレビ中継されてたんですけど、実況がですね、東海テレビの吉村アナウンサーだったんですが、そのね、ツーアウト、まだ2アウトなのにマウンドで泣き出した賀来さんを見てですね、吉村さんがですね、賀来はもう泣いています、賀来はもう泣いていますって実況するんですね。ドラゴンズファンだったら、ね、覚えてると思うんですけど、それを僕テレビで見てて、吉村さんが賀来はもう泣いていますっていう時に、もう僕も泣いてましたって賀来さんにお話しさせていただいたんですね。あと賀来さんピッチャーなんですけど、サヨナラホームランを打ったことがあるんですね。巨人戦で牧原さんから打ったんですけど、もうそれ名古屋球場でね、僕その試合をね、偶然球場行って見てたもんですから、
、賀来さん僕あの試合生で見たんですよなんてそんなこともお話しさせていただいたりね、本当に一生懸命話して賀来さんから本当に普通に、気さくに聞いてくださって相手してくださってね、本当になんか好きなみな言い方ですけど本当に夢のようなひとときを過ごすことができたんですね。で、まあ、あれどうでしょう、時間にしてね10分か15分ぐらいのことだったと思うんですけども、まあ、本当に幸せで、ずっと賀来さんと僕は話をしてたかったんですけど、まあ、仕事中なんでね、そういうわけにもいきませんので、まあ、どうもありがとうございましたと、仕事がありますのでこれで失礼させていただきますってね、賀来さんと、まあ、賀来さんが連れてきてくださった常連のお客様に挨拶をして席を立とうとしたらですね、賀来さんがですね、何マミちゃんもう行っちゃうの、ここにいなよくださったんですよ。もう泣きたくなるぐらい嬉しかったんですけども、まあね、すいませんありがとうございます、あの仕事がありますんで言ったらですね、賀来さんがですね、何マミちゃんの仕事何よっていうか、あの伝票を奥でつけなくちゃいけないもんですからって言ったらですね、伝票そんなん僕が書いとくよって言って、僕が伝票つけてあげるからマミちゃんここにいないよって言って、賀来さんが席を立ってですね、賀来さんがお店の奥に入っていくことしたもんですから、ちょい賀来さんとあの賀来さんが伝票をつけに行っちゃったら僕ここにいてもね、僕は賀来さんとお話がしたいのに意味がないじゃないですかと突っ込んだら、突っ込みを入れたんですね。そしたら賀来さんがですね、あーそうかはははははって笑ってくださってですね、あのもう僕賀来さんのボケに突っ込んだぜと思ってですね、本当に幸せな嬉しいひとときだったんですね。でまあ今からね、15年以上前の話ですし、ほんのね10分か15分の出来事、しかもお酒の席でしたんで、まあ賀来さんはですねまず覚えてらっしゃらないことだと思うんですけども、僕はもう一生忘れませんね、もう人生の宝物のような時間だったです、本当にね。まあね、このマネドラがいつもね僕の超個人的な思い出ばかり話してますけども、今回は特にねマネドラ史上最も超個人的な話で、見てくださってる方からしたらですね、クソどうでもいい話だったと思うんですけども、本当にあの幸せなね思い出なんで、このマネドラでお話しさせていただきたいなと思って今日させていただきました。それではそんなね憧れの賀来賢治さんのモノマネをさせていただきます。こんな感じですね。最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。マミちゃん。